とこれを本当に夢にまで見たサスケなんで、3日前にも夢見て登れたんで、もうこれは行くしかないです。この光の回廊を抜けた2名の男がいよいよファイナルの頂を目指して戦います。残ったのはたったの2人です。前回漆原は45秒のタイムで挑んだ 23m ですが、今回の2人は40秒で頂を目指します。まず時代を変えるのか、サスケ新世代の騎手菅野仁志24歳がまず挑みます。前回はサードステージで涙を飲んだ、今長野と握手を交わした。この握手は時代を交代させる合図となるのか。前回漆原が果たせなかった完全制覇の夢を24歳である菅野仁志が果たせるのか。 23m の頂から果たして菅野は時代を作ることができたと叫ぶことはできるのか。23回目にしてオールスターズ以外の者がサスケ完全制覇を達成できるのか。さあ時代を変える瞬間を我々は目撃することができるのか。菅野はサスケの神に選ばれる男なのか。さあいよいよスタート、世代交代へ勇往邁進突き進む24歳菅野仁志。サスケ新世代の騎手漆原の分まで一気に登っていく。ヘブンリーラダーは 13m、 早くも 10m に来た。残り時間は25秒、ここから得意のロープ登りだ。さあ時間はあるぞ、歴史は変わるのか、それを我々は目撃することはできるのか。菅野仁志は果たしてサスケの神に選ばれるのか。警告音が鳴った、少し疲れたか。さあ菅野、時代を変えられるのか、お前が新しい時代を作るのか、どうなんだ。菅野仁志は時代を変えられなかった。いけない、完全制覇は難しいということを身をもって今夜菅野仁志は知りました。菅野の手では時代は変えられなかった。あったかかった、あったかかった。ファイナルステージ結局完全制覇はなりませんでしたが、そうですね、もう最後の最後にファイナルっていうのはきついですね。自信あったんですけど、ファースト、セカンド、サード、そしてファイナルというこの4つのステージがあるのがサスケです。はい、時代を変えるべく果敢に長野誠に挑み続けました菅野仁志。いよいよ迎えたファイナルステージ、この時点ではまだタイムには余裕があったかのように見えたが、しかしヘブンリーラダーで奪われた体力は最後まで戻ってきませんでした。やっぱりファイナルですね、ファイナル厳しいですね。Good.